当時に来させてもらったんで、検査とかそういうのもしっかりして、時間とかも 早めたりして、なるべく人の少ないところに移動っていう感じのことで、はい、やってますね。大阪に入ります。それなりに気をつけるとこは気をつけるって感じでやってる感じですかね。3年ぶりに行動制限のない今年の夏、お盆期間中の山陽新幹線の予約数は去年のおよそ3倍となるなど、帰省や旅行を計画している人も多いようです。ただ新型コロナの感染者数は高止まりの状況が続いていて、福岡県内の病床の使用率は 70% を超えています。お盆の過ごし方について北九州市立八幡病院の伊藤医師は、帰省先では特に高齢者への配慮が必要だと話します。食事が一番ですね、お若い方が感染を持ち込んで、ご高齢の方に移すというきっかけになりますから、できるだけ食事の時もですね、もちろん団らんは構いません。でもマスクを外している時間のメインの食事の間は少し小さい声で言葉少なく、食事を先に済まされて今回のお盆ではしていただければというふうに思っています。福岡県は JR 博多駅筑紫口前に臨時の無料検査所を開設しているほか、福岡空港や北九州空港、小倉駅などでも無料検査を実施しています。帰省する前にこうした検査を受けておくことも感染を広げないための有効な手段となります。また伊藤医師は日々の生活の意識も変えていく必要があると話しています。日々の生活の中で人が多い中に参加することで感染しているわけですから、何か外出の自粛という言葉遣いではなくて、人が集まる場所への回数を少し自粛するという、この言葉遣いにしないと感染は抑えられないというふうに考えています。